さあ、りょうたくんとの新告白エンディングを目指してプレイしているわけですが、その噂のりょうたくんからお電話。もしもし、りょうたくん、ヒロインの名前は小池栄子と名付けてプレイをしております。はい、おーれオレオレ詐欺みたいな。りょうたくん、どうしたの？どうもしないけど、今度の日曜空いてるかなって思ってさ。それはどうもするね。デートの誘いでしょ。夏休みだと電話での誘いになるんだね。うん、空いてるよ。二人で遊園地に行くか。ほう、うん、行く。ちょうどナイトパレードの季節だよね。了解。待ち合わせはどうする？バス停でどうかな。オーケー。さあ、俺たちならどこにいても会えそうだけどな。運命を匂わせてくるよね。詐欺師みたいだけど、今のところオレオレ詐欺みたいなね。電話してきて。ちゃんと待ち合わせ場所に来ないとダメだよ。そうだな、すぐ会えた方がいい。せっかくのデートだもんな。もう付き合ってんだろって距離感だけど。じゃ、楽しみにしてます。りょうたくんとデート、ちょっとドキドキしちゃうな。まあ、このりょうたくんとの新告白、一番いいエンディングを目指してるわけなんだけど、それとは別にね、仲良しグループも結成したくって、なのでりょうたくん以外の男の子ともデートしていく回になるかなと思っています。で、今これね、おしゃれコマンド進めておりまして、11日祝日なので、まあ、今他の子たちとのね、距離感っていうのもひかるちゃんにお電話するとわかるんですが、まあ、それを見た上で作戦立てていきましょう。はーい、マリー、ひかるだよ。あ、ひかる、聞きたいことがあるんだけど。バシバシ聞いて。うん、あのね、知り合いの評価を聞く。私に対する周りの人の評価を聞きたいんだけど。マリーの評価だね。んとね、こんな感じだよ。さあ、どんな感じでしょう。りょうたくんはマックスな状態ですね。これがときめき状態で、さっさくんがまだ普通の状態だね。で、いのりくんが、お、有効入ってますね。うん、有効、好き、ときめきと上がっていくんだけれども、じゃあさっさくんとの距離をもうちょっと詰めたいな。この3人の仲良しグループを結成したいので、で、あとはこの女友達との距離感も詰めていきたいんだよね。なぜか今電話してる妹よりもお姉ちゃんの方が仲いい状態なんだけれども、まあ、この二人もあげたいっていうのは、ローズクイーンっていう、まあ、いわゆるミスコンみたいなのがあるんだけど、それも獲得するために重要なんだよね。女友達とも男友達とも仲良くしながら、りょうたくんの新告白エンディングを目指すという流れで進めていきます。じゃあ、さっさくんか。他にも何か聞きたい？うん、ないよ。ひかる応援してるからね。マリ、頑張。嬉しいね。ありがとう、ひかる。またね。女友達とギスギスしないところもポイントですが、じゃあ、さっさくんが好きそうなところをお誘いするとして、まあ、こういう羽ばたきニュースとかも重要になるんですが、まあ、さっきね、お誘いを受けた遊園地っていうのがナイトパレードの季節になるので、これは外しつつだよね。お化け屋敷とかどうだろう、好きかな。まあ、せっかく夏限定のアトラクションだし、この辺もいいかなと思うし、あとはウォーターガーデンっていうのもね、オープンされたんですよね、水族館の屋上。まあ、このどっちかあたり誘ってみようかな。で、さっさくんは第3日曜日は確か部活なんだよね。だからそこを避けて、フリーマーケットの日潰しちゃうのはもったいない気もするけど、買い物よりもさっさくんとの距離縮めることを優先しようかと思います。じゃあ28日のお誘いで。で、水族館にしましょうかね。ここはウォーターガーデン行きましょう。8月28日に水族館に行かない？うん、大丈夫そう。よかった。じゃあ8月28日に羽ばたき駅で待ってるね。やずやの日。うん、じゃあね。やった、早く8月28日が来ないかな。で、次のデートはりょうたくんとですよね。こちらは遊園地だね。まあ、服装そのままで大丈夫でしょう。じゃあ向かうか。夏仕様になってるし、流行も抑えてるし、あわよくばポロシャツおそろになってくれたら嬉しいなって感じだね。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ。バス停って言ってなかった？うん、バス停のはず。どうだろうね、まだ来てないみたい。このフェイント怖いよね。
てんてんてん。まだ来ない。もしかして私、待ち合わせ場所間違えてる？遊園地の時はバス停のはず。羽ばたき駅ではなく、このままここで待つ。あれ、りょうたくんまだみたい。りょうたくん遅いな。ダメダメ、一本はもらわないと。やっと見つけたうちのドル箱じゃなくて才能なんだから。誰？え、いたいた、ドル箱。え、ドル箱？それ以上にそのスーツダサい。そのネクタイと合ってないよ。そう、他の事務所には渡しません。長抜きじゃなくてマネジメント8割でどう？スカウトですかね。何のことですか？ねえ、最近の子はしっかりしてる。わかった、折半で5割。夜食のスカウトなんですかね。未成年だし、高校2年生相手にやっちゃまずいと思うけどね。これ以上は無理。はい、ここで手打ち。話勝手に進んでますけど。おい、こいつになんか用かよ。遅刻してきて何って感じもあるけどね、りょうたくんも。なお、チャリー、2箱目。うちはメンズもやってんの。幅が広いですね。ホストもキャバクラもやってますよってことかな。平気か、何もされてねえな。大丈夫、初イベントだねこれ。大切なうちの商品に手荒な真似するわけない。ない、悪いな、俺が遅れたりしなければ。そうだね。じゃあスキンシップしておきましょう。これはこっちのスキンシップもいけます？できないんだね。一応押してみたけど何も起こんない。なんでスキンシップしたかったけどな。じゃあこっちで。それはスマートじゃないだろう。平気、どうもありがとう。ちょっと見えてる？聞こえてる？こっちのスキンシップも見えてなかったけどね。まだいたのかよ。こっちはこっちの世界入ってますけどってことね。このヒゲとかね、ツンツンしたかったけどね。じゃあ行きましょうか。もうお前、そんなことしてる場合かよ。無視が一番辛い年なの。年齢関係ないと思うけどね。いい加減消えろよ。結構きつく言うね。どうした？まあスカウトってだけだと思うけど。こっち来てろ。あ、はい、失礼します。守ってくれました。ああいうのまだいるんだな。でもおじけづかないところさすがだね。なんか少しかわいそうかも。こーら、人が良すぎる。行くぞ。まあ向こうだって仕事ですからね。まああんまいい仕事じゃないかもしれないけど。どうしよっか。じゃあどうしようかな。ジェットコースター、観覧車、コーヒーカップ、バンジージャンプ、お化け屋敷。まあこれが期間限定なんだけれども、まあこれは彼の好みに合わせてみようかな。観覧車が好きみたいなのでお誘いしてみましょう。そうだな、まずは観覧車からだよな。二人っきりになれる場所が好きみたいだよね。どうした？じゃあ引っ張ってってもらいましょう。置いてくわけないだろ。密室で二人。もうちょっと大きくてもいいな、長く乗ってられるし。いいね、景色もいいしね。まあ高いところ苦手な人は嫌かもしれないけど。時間かけてゆっくり回るんだな。さあ二人で何したんですかね。綺麗な景色を堪能できたね。いい気持ちで眠かった。これ退屈とも取られそうで怖い感じするけど、高いし狭いし怖いことばかり、そういう人もいますよね。でも多分彼は好きなんだよね、観覧車。だからこれしかないんじゃないかなと思いますけど、一応攻略サイト見ておきましょうか。ああそう、これは意外だな。一番下が正解らしいです。ヒロインの性格までは読めなかった。お前にも苦手なもんあったか。いい情報を仕入れた。そういうパターンもあるんだね。いい感じだよね。まあいくら亮太くんが観覧車みたいな二人きりになれる空間が好きだとしても、こっちの気持ちってことね。にぎわってんな。じゃあここは頭ポンポンしときましょう。お前の頭の中覗けたらいいのに。お花畑です。ナイトパレードどうする？まあもちろん見ていきましょう。だよな、いい場所探そうぜ。季節限定だからね。どうした？じゃあ引っ張ってって。今の気のせいだよな。
うん、服しか触ってないけどね。この光のパレードは見ないと帰れないよな。この魚のキャラクター気になるんだけどね。果たして可愛いのかって感じだけど。今度は場所取りしよっか。ふふ、大好きだもんね。ホタル何匹分かな。あー、これどうだろう。でもこれ彼のこと分かってるような感じがする。これがいいんじゃないかなって思うんだけど、ここはどうかな。いやー、今日絶好調だね。答えは上のようです。外してきました。なるほどね、次を匂わせる方ね。オッケー、次は最前列だな。やったね、バッチリ好印象。暗いな。じゃあここは長押ししときましょう。人の気も知らないで。本日絶好調でした。俺たちやっぱり相性いいんだな。よーく分かったよ。なんか付き合う前からこんなさらっと言えちゃうと逆に付き合うタイミング難しそうだけどね。どうした。まあこれが幼なじみからの恋愛の難しさかもしんないけど、こうしてまた過ごせるなんて俺たちすごいよな。ほら帰るぞ。ここで解散なわけないだろ。お、イチャイチャタイムありますか。どうした。前回最後なかったからね。もうずっとこのままでいいよ。まだまだナイトパレードは続く。あ、ないかも。ないね。大接近モード、ありがとう送ってくれて。この動画内ではやりたいけどね。今さらそんな気使うなよ。じゃまたな、おやすみ。うん、他の男もデートに誘ってるからかね。早く返さなきゃって頭では分かってる。未成年ですからね。りょうたくんに送ってもらっちゃった。まあ悪いデートではなかったと思うけどね。まあメッセージもこうやって来ましたし。Don't do that again って英語？ちょっとダセーよ。カッコつけてるようだけど。二度とやるなって意味だよね。でも何のことだろう。確かにこれはちょっとなんだろう、悪くも取られかねないけどね。いい意味だとは思うんだけどね。サッサ君をデートに誘ったことでしょうか。携帯見られました。そんな不安もありつつ、で8月15日次の週になりました。まあこのゲーム基本的にはこのコマンドを選んで左下のパラメータを上げていくっていうゲームになるんですけれども、まあ新告白エンディングに向けて、まあさっきみたいにね、ときめき状態になっていれば全部のパラメータ、まあストレスとリチ度除いてね、110以上にするっていうのが目標で、もう一つの目標としては130以上にすることでローズクイーンを目指すというところなんですよね。でどのコマンドを選ぶべきかっていうのはこの占いに従っていきます。お、勉強と行楽が今週は調子良さげなので、まあ行楽がいい時はね、記者活動を優先して選んでおります。これはね、全部のパラメーターが緩やかに上がっていくよってものなんですけれども、まあローズクイーン目指す上では必須になってくるかな。優先して選んでいきましょう。で記者活動特有のイベントなんかも発生したりするんですが、この週は何も起こんないかな。うん、起こらなそう。夏休みだからっていうのもあんのかもしんないけどね。で8月21日日曜になったので、またさっさくんお誘いしようかな。というのもね、修学旅行の前に仲良しグループ結成できていたら理想的だなと思ってるんだけど、そううまくいくかなっていうところもね、不安ではあるんだけど、まあいのりくんが同じペースで有効に入っているから、順調にいけばさっさくんも有効に入るんじゃないかなと思ってるんだけど、でまだ分かってないのが、いのりくんとさっさくんが有効に入って、で、まあ、りょうたくんも当然有効以上ときめきに入ってるってことで、この状態ですぐに、その仲良しグループ結成に至るのかってところも理解していないんだよね。なのでその辺は分かんないんだけれども、まあ、距離近づいておくに越したことはないと思っているので、さっさくん、お誘いしましょうか。4日で。って思ったんだけど、まだ、いのりくんの有効状態を本人との直接のやりとりで確認しきれていないので、まあ今まで通り交互にお誘いしていこうかな。すいません迷っちゃって。でまあどこにお誘いするかなんだけど、はい、まあ9月4日秋になるからね。あ、いのりくん、濃い毛だけど今大丈夫？平気で何？
デートのお誘いです。うん、あのね、まあ秋になってホタル出てくるんじゃないかなってのも気になるんですよ。夏場だとホタルいないねって、まあ、りょうたくんの時はなってしまったので、森林公園にお誘いしてホタルでも見に行きませんかっていうお誘いにしましょうか。9月4日に森林公園に行かない？ま、いいよ。ま、いいよっていう言い方気になるけどね。じゃあ9月4日に公園入り口で待ってるね。誘ったんだからせいぜい遅れないように。それじゃあ。まあこれはね、初デートの時から遅刻しまして次はないからって、結局その2回目もね遅れまして2回連続で次はないからって言われてますからね。やった、早く9月4日来ないかな。まあ遅刻している以上このヒロインの方が悪いとは思うけどね。で8月22日占い見ていきましょう。どうかな今週は。まあ勉強か。勉強はねパラメーター下がりやすいんですよ。というのも今りょうたくんと同じバイト先雑貨屋で、勤めているんですけれども、学力下がりやすいんですよね。だから補える時に補っておきましょう。でバイト先とか学校でのイベントは特に起こらずかな。うん、何も起こらずだね。じゃあ水族館デートに向かいましょうかの前に未読があります。何でしょう、アルバイト情報。お、ここでカフェバイトが解放されるんだね。まあでもさっきも言ったようにりょうたくんと同じバイト先雑貨屋でバイトしてるので、まあここはスルーでいいでしょう。じゃあデート向かいますか。服装はこれのまんまで OK だっけ、前回と一緒じゃないよね。じゃあこのまま向かいましょう。少し早く着いちゃった。あれ、ササ君、あれ早いじゃん。お、反省を生かしてきましたね。ササ君こそ先に来てると思わなかった。あの不安な顔が見たかったよ。なんだよ、俺は時間ルーズに見えてんの？前回遅刻しちゃったのもう忘れてるんですかね。ううん、そんなことないけど、ギリギリに走ってくるタイプかなって、もうこれディスってますね。ああ、それもよくやる。うん、あの表情また見たいけどね。でスキンシップしておきましょう。どうかした？まあ余裕持って来てくれたんだね。そしてこのポロシャツ色違いのオソロじゃない？ポチッと押しときましょう。あ、当たった。いや場所的にちょっとやらしい、当たったわ。マジか、俺たち服かぶってんじゃん。りょうたくんよりも先にペアルックになっちゃったね。あ、ほんとだ。よし、じゃあこれは俺たちのユニフォームな。いや二人だけではなくね、ここはりょうたくんも混ぜて三人で行きましょう。いのりくんが仲間外れになっちゃうけど、すごい偶然、ササくんと趣味が合うのかな。いのりくんは嫌いそうだよねこの服。わかんないけどね。ウォーターガーデンがオープンしてるって、どうする？もちろん行きましょう、ミーハーだからね。水族館に入ろうよじゃなくてね、ウォーターガーデンがいいな。ここを押し切っていくのもなかなかだと思うけど。いいよ、行ってみよう。じゃあ引っ張ってってもらいましょう。よいしょ。引っ張んなって。あ、こっちが引っ張った扱いになっちゃった。まあそれはいいとして。へえ、こんなとこあったんだ。ニュースになってたよ。知らないのっていう言い方になっちゃうよこれは。こっそり作ってたのかな。お天気の日は最高だね。まあ一番ポジティブなのがこれだから、彼的にはこれな気もするけどね。まあ俺絶好調だしこれじゃないかと思うんですが、答えどうでしょう。いやー、答え合ってました。絶好調すぎてもリアクション困るんだけどね、ここは外したかった、むしろ。ってことは今日は最高じゃん。うん、ポジティブリアクション。やったね、バッチリ好印象。どうかした？いや本当に調子上がってきちゃったよ。ごめん、ちょっと近すぎたな。あ、あんまりスキンシップしすぎない方がいいんだね。気をつけながらやっていきましょう。あー楽しかった、誘ってくれてありがとう。スキンシップちょっと怖いな、ここは一回スルーしようか。送ってくよ、そしたらもう一盛り上がりできんじゃん。あ、これ有効入った証だよね。じゃあ送ってってもらおうか。ここは引っ張ってってもらうは OK かな。そんなに引っ張るなって。まあやりすぎも良くなさそうだけどね。ササ君
送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあな。じゃあ頭ポンポンしておきましょうか。うん、また今度。まあ、お揃いのポロシャツで盛り上がった回にはなったかなと思います。笹くんに送ってもらっちゃった。うん、これが有効入った演出、見られた証になってるんじゃないかと思います。で、8月29日また運勢見ていきましょう。あんまり良くなかったかもね。あ、まあ健康がいいのか。じゃあ運動しておきましょうか。芸術に抜かれちゃってるしね。うん、運動しましょう。早速下がってるけどね。まあこれ運勢だからね。ここは運、確率だよね。今日はお天気もいいし、屋上でお弁当を食べようっと。お、これは何のイベントでしょう。誰もいない。今日は屋上を独り占め。屋上開放されてるんだね。まあそういう学校珍しいと思うけどね。青春のイメージ屋上あるけど実際は行けないみたいなね。残念だけどそれは無理。先客がいました。え？あ、祈りくんもここでお昼？そして祈りくんに聞こえるような独り言喋っていたんだね。そう、よし、もうできたな。なんか作ってたの？なんだろうね。いただきます。ねえ、もしかしてお昼ご飯それだけ？カップ麺ね。高校生の高校のお昼ってそういうのありなんだっけ？なんかあんまイメージないけどね。悪い？悪くはないけどちょっと意外かも。栄養バランスの考えられた優等生のような食事をとってるとでも。ああ、まあギャップのあるキャラクターではあるけどね。こう真面目そうに見えて実は、まあ、色白だしイメージないけどサーフィンやってますみたいなね。まあ堅苦しく思われたくないのかもしれないね。うん、偏見もいいとこ。素直に答えるよねこっちも。でも栄養偏っちゃうし、おかずも食べた方がいいんじゃない？サーフィンのためにもね。おかず入ってるし、ほら卵にネギ。子供みたいなこと言ってる。でも子供扱いされたくないんでしょうねきっと。フリーズドライでも劣気とした卵と野菜、スープに使ってるから水分も戻ってるし。いやでもそれ以上に油がすごいと思うけどね。もうそうだ、私のお弁当のおかず食べる？お、優しい。くれるなら食べる。ここに入れて。いや、そこに入れたら美味しくなくなっちゃうんじゃないの？まあ物によるだろうけどさ。はい、どうぞ。どうも。いただきも。何あげたんでしょうね。これはどっちのリアクション？これナス。どっちだこれは。嬉しいの？嫌なの？うん、焼きナス。今が旬の野菜だから美味しいよ。秋ナスの季節になりました。ナスはなし、返す。早く取って。好き嫌い多いタイプかな。え？子供に見られたくない割に子供っぽいところが多いタイプね。早く。まあ後輩キャラらしいところはあると。生意気だけどね、それがまた可愛いってところか。ナスそんなに苦手なんだ。別に苦手というか食べる神経がわからないだけ。恥ずかしがりながら言ってますね。見た目黒いくせに中は真っ白だし、加熱するとグニャッとなって食感も最悪ってだけ。まあ、いのりくんブラック好きなはずなんだけどね。ナスの黒みはダメなんだね。それ嫌いって言わない？認めたくないんでしょうね。嫌い以前の問題だから。いのりくんはナスが嫌いと簡単にね翻訳しておきました。まあ、素直じゃないところも彼の可愛さですよね。じゃあそんな彼とデート向かいましょうか。まあ、服装はもうそのまんまで大丈夫そうかな。あ、ダメだ、秋になったから流行変わってるはずなので、インフォでチェックしておきましょう。道光ルームで流行チェックできます。さあ9月1日更新。ハーフパンツホワイト、そしてネックレスか。じゃあこの仕様に変更しましょう。じゃあ服装は
流行の白ずくめプラス彼の好きなブラックでいきましょう。あ、やっと来た。待った。あんだけ言ってて自分が遅刻なんだね。ううん、そんなに待ってないよ。次はないからとは言わないんだね。あ、そう。今度からは先に来よう。で、次はないからって言いたいんだね。次があるんだ。うわ、嫌味。今日の結果次第スキンシップしておきましょう。何？あんまりでもどうなんだろうね、スキンシップ好まないのかもしんないけど。何意識してんの？へえ、いい色じゃん。これはどっちに対してだろう。このブラック？あ、やっぱ取り入れておいてよかったね。そう、全体が締まってバランスよく見える。僕もよく使う。うん、実際着てきてるしね。いのりくんってブラックが好きなんだ、覚えておこうっと。その色最近よく見る。流行の白。うん、流行ってるんだって。ふーん、情報収集に余念がないと。やるね。うん、こういうのは評価してくれる。やったね、褒められちゃった。まあ、順調な滑り出しかな。散策には最適な気候かな。そうだね、まあ、スキンシップしすぎないでおこうかな。読書の秋、食欲の秋、運動の秋、いろんな秋があるけど、君にとっての秋は？え、もうそこまで言ったら、あ、でもこの3択なんかな。あ、3択なんだね。いろりくんの秋これ違うんでしょうね、きっと。そういうの喜ばないタイプだと思うんだよな。読書なのかな。いや、スポーツ好きだからスポーツなのかなって勝手に思ってたんだけどさ、それが選択肢にない。でも今日俺絶好調だから、まあ読書かな。はい、やっぱり絶好調、食欲の秋が正解でした大外れそこまできっぱり言い切るなんて、ちょっと笑った。なるほど、笑顔を引き出していけばいいんだね。やったね、バッチリ好印象。まあこういう時は何タッチしてもいいんじゃないの。疲れたの？まあ控えめなぐらいで、まあ悪くない感じじゃない。想像以上に有意義だった。またこういう日があってもいいね。デートの後に有意義だったってあんまりね良くない感じもするけど。何？まあでもタッチしときましょう。名残惜しいけど帰る時間、せっかくだし送る。話したいこともあるし。お、有効入った証が。どうかした？あんまりツンツンすんの良くないかな、ちょっと怖いんだよな。疲れたの？お、大丈夫でした。まあこのぐらいにしとこうかな。帰り際最後台無しにしたくもない。ありがとう、送ってくれて。うん、それじゃあまた。まああっさりしてるけど、まあクールぶりたいんだろうからね、彼としては。いのりくんに送ってもらっちゃった。まあ悪くない感じだったと思うけどね。で、続きましては、あんまりいい運勢じゃなかった気がする。まあ休養挟んでもいいような気もするけど、まあ記者活動を進めてってもいいしっていうところかな、こういう時は。まあ記者活動でもしておきますか。まだ休養するには早い感じもするんだよね。まあストレス値90超えてきたらっていうイメージで今まではやってきてるんだけれども、じゃあ記者活動で、まあまんべんなく上がるしね。りょうたくんのおじいさんにご挨拶していこう。お、このイベントも進むんだ。ごめんください。いらっしゃいませ。おや、記者さんだね。あ、でもそういう扱いとして見てくれるんだね。その説はありがとうございました。あ、今日は特に取材じゃないのですが。用じゃないのに来てくれるのは嬉しいな。よかった、迷惑がられるかと思った。亮太には虫干し作業を頼んでてな、裏で頑張ってる。あ、じゃあいるんだね。え、亮太くん来てるんですか？おお、亮太が目当てじゃないとなるとなおさら嬉しいな。あれ、これおじいさんルートありますか？攻略しちゃうスキンシップボタンが押せませんけどさっきお話ししていた虫干しって何ですか？確かにイメージ湧かない。ああ、うちには古い本がたくさんあるだろう。風を通して夏の間に住み着いた虫たちを退治するんだ。うん、
そっか、本も干すんですね。ああ、これが根気がいるし、結構な重労働なんだ。私一人ではもうつらい。まあ本も結構重いからね、たくさんあると。亮太はこういう作業が好きみたいでね。嫌がらずに黙々とこなす。あいつの父親とはちょっと違うな。まあその辺意識してるんだろうけどね、きっと。おじいちゃんもういいよ。父さんと俺は違う。まあ思春期って感じするよね。あ、亮太くん、お邪魔してます。虫干ししてたらなんとなくそわそわしてきて、様子見に来たらお前がいた。もうそれどういうこと、虫けら扱いしないでね。二人で何話してもいいけどさ、あんまり諜報活動はすんなってだけ。何か知られて困ることでもあるのか。お、ぐさっとくること。そんなことはないよ、何にもないよ。ならいいじゃないかなあ。はい、亮太くんっておじいさんと相性がいいのかな。お父さんとは違うって言ってたし。うん、まあどっちかというとおじいさんのようにっていう気持ちがありそうだよね。でもそういうなんかね、物を扱う仕事って意味では、あ、これはついにじゃない。ん、何、次の日曜って空いてる？なんでか亮太と祈りと森林公園に行こうってなってさ。君もどう？これ気まずいね、祈りくんと言ったばっかだけど。行きましょうよ、これ仲良しグループ結成でいいんじゃないの。ほんと君って物好き。修学旅行前に間に合ったな。わかった、待ち合わせは公園入り口ね。じゃあ日曜日な。おー、いいね、前日だけどね、修学旅行の。みんなでお出かけか、楽しみだな。なるほど、まあじゃあ次回はそこからお届けして修学旅行に向かうって感じにしようかな。あ、そういえばもうすぐ亮太くんの誕生日だ、プレゼントどうしよう。まあ今回はね、この亮太くんの誕生日で締めつつって感じでいい感じになりそう。じゃあプレゼントもちろん買いに行く。うん、急いで買いに行かなきゃ。まああくまでね、この亮太くんの新告白エンディングを目指して、一番いいエンディングを目指してってとこだからね。プレゼント何がいいかな。イニシャル入りハンカチーフ、視界スッキリ強力ヘアピン、アンティーク風ハンドミラー。まあこれは良くないんでしょうね。前髪多分長いのはこだわりだから邪魔とは思っていないはず。これが一番嫌味になっちゃうでしょうし、これ祈りくんとちょっとダブっちゃう感じするよね。祈りくんの誕生日プレゼントはイニシャル入りメガネ拭きだったはず。まあそう思うと小物というかね、古いものとかも好きだし、アンティーク風ハンドミラーが答えなんじゃないのって思うけど、まあ俺絶好調だしね。答え見ていきましょう。いやー、さすが俺、イニシャル入りハンカチーフが答えだったみたいです。ボロボロだね。これでプレゼントは OK。 よし、頑張って渡すぞ。さあどんなリアクションを見せてくれるかな。りょうたくん、エイコ、お待ちしてました。匿名でありがとう。お待たせしました、お誕生日おめでとう。プレゼント喜んでもらえるといいけど。ま、お前が覚えてた時点ですでに喜んではいるけどな。あー、嬉しいリアクション。もういいから開けてみて、みんなの前でね。わかったわかった。さすが幼馴染、俺のことわかってるな。お、いいリアクション、気に入ってくれた。当たり前だろ、もし気に入らないなんて言ったらそいつは偽物。まあ、さっき偽物がね、イニシャル入りハンカチーフは違うって言ってたんですけどね、ちゃんと本物選びましたよ。じゃあこのりょうたくんは本物だね。ああ、大事にするよ、プレゼントもお前も。さらっとみんなの前で。え？なんかすごく喜んでもらえたみたい、よかった。あまあまなことね、言いすぎてなんか距離感難しくなりそうだけどね。じゃあ9月11日、これはもうみんなでお出かけですよね。じゃあそれを行って修学旅行を迎えるっていう感じで、まあ前回の動画の締めも次回修学旅行の回になるかなみたいに言ってたんだけど、まあナンパというかスカウトみたいなのもあったりいろいろあったからね。
まあこれは次回の楽しみにとっておきましょう。じゃあ仲良しグループでのなんかメインの回に次回はなりそうかな。楽しみはとっておきましょう。これデートって言うんだね。今日さっさくん、りょうたくん、いのりくんとデートってのが、まあ、次回のお楽しみになります。まあ、もしよかったら高評価とチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。こちらのチャンネルは男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況チャンネルです。また次回もお待ちしております。